ドゥカティ・コルセ。ドゥカティ・コルセは、ドゥカティのオートバイレース関連を担当する子会社。クラウディオ・ドメニカリを代表に、イタリア・ボローニャに本社を置く。ドゥカティ・コルセでは100人以上の従業員が働いている。現在は、ロードレース世界選手権のモートジッピークラスに、ワークス参戦している。会社は4つの部門に分かれている。2つのチームに分かれ、モートジッピーと、 スーパーバイク選手権を戦うマシンの設計と開発を担当している。モートジッピーに参戦するワークスチームの運営を担当する。シーズンまではスーパーバイク世界選手権にもワークス体制で参戦していた。プライベートチームへのマシンとスペアパーツの供給を担当する。スーパーバイク世界選手権や 各国のスーパーバイク選手権で、ドゥカティ社を使うプライベーターへのコンサルティング業務と技術付けも行う。カラは、モートジッピーのドゥカティサテライトチームへのマシン供給と技術サポートも行っている。レース活動を通じて、ドゥカティのブランドイメージを高めることを目的としている。ドゥカティコルセの公式グッズの製造も担当している。 ドゥカティは2ロードレース世界選手権のモートジッピークラスに参戦を開始し、5年目の2、初チャンピオンを獲得した。2、最高峰クラスのルールが変更となり、4ストロークマシンが有利になったのを受け、ドゥカティはシリーズへの参戦を決意した。2002年のムジェロで行われたイタリア GP で翌年のシリーズを戦う4ストロークマシンが初めて披露された。 参戦初年度となるライダーにはロリス・カピロッシシとトロイ・ベイリスを採用した。カピロッシシは開幕戦の鈴鹿で表彰台を獲得し、カタルニアではチーム初優勝を果たした。カピロッシシはシリーズ4位に入り、ベイリスはシリーズ6位となった。チームとしてはマニファクチャラー部門で総合2位に入った。シーズンはマシンの熟成が遅れて両ライダーは 表彰台を獲得したもののみ勝利に終わった。シーズンはベイリスに代わり、スペインのカルロス・チェカがチームに加入。タイヤはミシュランからブリディストンに変更となった。カピロッシはモテニート・セバンで勝利を挙げ、チェカは2度3位表彰台を獲得した。シーズンはチェカに代わり、セテジベルナウマ加入。開幕戦のヘレスでカピロッシが勝利、次のカタールでも、 表彰台を獲得するなど好調を維持し、一時はチャンピオン争いをリードしていたが、第七戦、カタルニアのスタートで、カピロッシシとジベルナウは接触事故を起こし、両者とも重傷を負ってしまった。カピロッシシは、次戦の圧戦から復帰したが、鎖骨などを骨折したジベルナウは、圧戦とドニントンを欠場、一時復帰したが、再手術のためブルノも欠場した。 この間の代役はドイツのアレックス・ホフマンが務めた。最終戦バレンシアでもジベルナウは欠場し、代役にはこの年のスーパーバイク世界選手権王者のトロイ・ベイリスが迎えられた。ベイリスは自身のモートジッピー初優勝を果たし、カピロッシモニーに、イリ・ドゥカティは初のワンツーフィニッシュを獲得してシーズンを終えた。シーズンからレギュレーションが変更になり、 排気量が 800cc に縮小されるのを受けて、ドゥカティはかなり早い時期から 800cc エンジンの開発に取り掛かり、2006年の8月には20機もの様々なスペックのエンジンを完成させていた。カピロッシのチームメイトには、ケイシー・ストーナーが加入した。ストーナーはチャンピオン争いをリードし続け、残り4戦となった9月23日のモテギで、地震発。 チチーーム初のワールドチャンンピオンに輝いた。シーズンの終わり、ルカティのチーフエンジニアのアラン・ジェンキンスはシーズン中の功績を称えられて、サージャッキー・スチュワート・アワードを授与された。シーズンもストーナーは残留し、新たにマルコ・メランドリをチームメイトに迎えた。メランドリは、マシンへの適用に苦しみ低迷、チームとは2年契約を結んでいたが、双方が同意の上で、 契約期間を短縮し、一年でチームを去ることになった。は、メランドリに代わりにキー・ヘイデンが、ストーナーのチームメイトとなり、カーボンフレームのドゥカティでスモセリチ GPQ でシーズンを戦った。ストーナーは、体調不良に苦しみ、シーズン中盤の参戦を欠場。その間の代役は、ミカ・カリオが務めた。は、ライダーに変更はなく、ストーナー4年目。 ヘイデン2年目のシーズンを迎えた。前年までチーム代表を務めていたリビオスッポは HRC に移籍し、ビットリアーノ・グアレスキが新代表とな。った。シーズン、ストーナーはホンダワークスに移籍し、代わってバレンティーノ・ロッシがヘイデンのチームメイトを務めることとなった。2スーパーバイク世界選手権が始まって、以来までの23シーズン、ルカティは同選手権に ワークス参戦を続けた。1000cc の V2 インドゥカティは長い期間選手権を支配し続けた。カール・フォガティはからにかけて4度ものチャンピオンに輝いた。2番、ライバルの日本メーカーたちは4ストローク化したモート GP の方に力を入れ始め、スーパーバイク世界選手権へのワークスサポートは限定的なものとなっていった。一方、ドゥカティ・コルセは2台だけ。 ドゥカティ999を投入してシーズンに臨み年間24レース中20レースで勝利を獲得残りの4レースもサテライトチームが勝利を収めドゥカティとしてはシーズン全勝を達成したワークスドゥカティのニール・ホージソンがチャンピオンに輝いた2は3年間モートジッピーに活動の場を移していたオーストラリアのトロイ・ベイリスがチームに復帰した ベイリスとデュカティのコンビネーションによる快進撃は誰にも止められず、ベイリスはシーズン12章を挙げてチャンピオンに輝いた。シーズンもベイリスはデュカティ999に乗り続けたが、シーズン4位に終わる。市販車の999の製造は2006年をもって終了しており、後継機としてデュカティ1098が製造されていたが、デュカティは ホモロゲーション規定を満たすため150台の999をリミテッドエディションとして再生産した。選手権を主催するフィムはシーズンより日記当社の排気量制限を 1200cc に緩和することを発表した。ゥカティは新たにホモロゲーションを取得した 1098R を投入し、ベイリスは3度目のワールドチャンピオンを獲得した。 以来、ドゥカティに在籍し続けたベイリスは2008シーズンをもって引退することになった。シーズンは後釜に、ハガノリウキが加入し、ミッシェル・ファブリツィオのチームメイトとなった。ハガは、ヤマハのルーキー・ベンスピーズと熾烈なタイトル争いを展開したが、惜しくも6ポイント差でシリーズ2位に終わった。続いてファブリツィオはシリーズ3位に入った。も、再び。 ハガとファブリツヨがペアを組んだ。前年までチーム代表を務めたダビデ・タルドッツィは BMW チームに移籍し、新たにエルネスト・マリネッリが代表となった。ハガはシリーズ6位、ファブリツヨは同8位と前年ほどの活躍は果たせなかった。2010年8月27日、ルカティはシーズン・ワークスチームとしては選手権に参戦しないことを発表した。 プレスリリースの中で、この決断の背景には、近年の世界的不況にもかかわらず、市販車ベースであるはずの選手権が、実質上はプロトタイプクラスに近い状況となり、大きなコスト上昇を招いていたことが挙げられた。なおプライベーターへのサポートは継続される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。